ハメンクブルの旧姓は、スハルトの治世下のジョクジャカルタ特別州知事、ジョクジャカルタの九代目スルタン及び、インドネシア共和国建国後2番目の副大統領で、ある。ハムンクブルの旧姓とも表記される。4人の妻と19人の子に恵まれていた。ハメンクブルの8世がまだ皇太子の時代に、火のランディン・アージェンクスティラとの間に、ジョクジャカルタ特別州運がセむ、ソンピランに生まれた。 3歳の時に父がスルタンになると同時に皇太子となる。4歳の時にオランダの家庭に預けられ、1931年オランダのライデン大学に入学し、インドネシアの研究と経済学を専攻し、1939年にインドネシアに戻った。1939年10月の父の破面粒の発生の死によって、1940年3月18日に、 即位式によって大いについた。彼の正式名は、サンペアンダルム・インコン・シンワン・コンジェン・サルタン、ハメン・クバーノ・セノパ・パチイング・ロー・ゴン・ガブ・ドラクマン・セイデン・パノトモモ・コリー・ファチュアラ、インコン・コッピング・ソンゴである。彼は、体感式のスピーチで、自分自身の源は、ジャワにあるとし、西洋の教育を味わってもいつまでもジャワ人だと、語った。彼の知性は、その見識により、 民主的に改革された。例えば、村長へはより多くの権利を譲渡法廷も近代的に管理された。また、伝統的な式典についても、時代遅れと考えるものは廃止した。1945年8月17日、インドネシアは独立宣言の直後から、自身の直轄領をインドネシアに併合することを自ら宣言し、ハメンクブルの旧世は分家の、 パクアラム8世と共に、インドネシア独立戦争をサポートした。ジョクジャカルタを臨時首都とし、財政的に援助を行った。そして、ジョクジャカルタの知事として、パクアラム8世は副知事となり、さらにジョクジャカルタは、スルタン領として、王族制終身知事の存続を認められた。また、ハメンクブーヌ9世は、ジョクジャカルタの軍隊を模式し、 1945年から1949年まで大臣を兼任した。しかし、オランダは最初民地化を目指し戻ってきた。ハメンクブルの旧姓はオランダへの抵抗に心骨を注ぐ。1946年にインドネシアの中心をジョクジャカルタとし、スルタンは新政府に資金援助をした。そして最初にインドネシアが オランダ政府との和平への解決策を模索したときに、スルタンはインドネシア代表団の一員として交渉についた。しかし、1948年12月21日に、事態は悪い方に向かった。オランダは第二次軍事行動を起こし、ジョクジャカルタを占領し、初代大統領スカルノと副大統領のハッタを逮捕した。しかし、オランダは、 民心のあるスルタンを倒す勇気はなかった。そして、ハメンクブーの旧姓は、ジョクジャカルタを去らず、知事であり続けた。1949年初頭ハメンクブーの旧姓は、世界に、インドネシアがまだ健在であることを誇示するため、公正に出ること、幸福の用意がないことを示すことが必要だと、考えた。そして、これが、インドネシアの独立心を世界に示し、 国際的に合法性を与えるものであると考えた。1949年2月、ハメンクブルの旧姓は会議を開き、司令官にスハルト中佐を選出し、構成のための準備をし、ゲリラ戦術でジョクジャカルタにあるオランダ軍を攻撃することとした。3月1日午前6時、スハルトが指揮する軍は構成をスタートさせた。軍の司令部は、 ハメンクブルの旧世への宮殿を隠れミノに使われた。ジョクジャカルタの中心部を6時間だけ占領し、最終的に退却するまで軍は指揮系統を維持した。この行動を赤月の攻撃という。そして、インドネシアの独立心の現れを見て、国連が動き出した。ついに、インドネシア独立がオランダ政府により認められた後、ジョクジャカルタ特別州知事の知事であることに加え、 インドネシア政府の大臣になった。ハメンクブルの旧姓は、防衛大臣、副首相、観光大臣などを歴任。また、これに加えて、インドネシア全国スポーツ委員会の会長及び、観光旅行講演者協議会の会長も務めた。9月30日事件が起こり、ハメンクブルの旧姓は、事件当日の朝、ジャカルタでまだわかっていない、スカルの大統領の行方について連絡が入った。 しかし、この時点で、スハルトの周辺では、スカルノの所在を把握していなかった。ハメンクブルの旧世に、暫定的な政府を作る、よう提案するが彼は、この提案を拒絶した。そして、このことを伝えるため、スカルノの妻のうちの一人と連絡を取った。1966年3月になり、スハルトが大統領となると、ハメンクブルの旧世は、アダム・マリクと共に、 スカルノの方針により三党政治を行うことを了承した。ハメンクブルの旧姓は経済、財政及び産業大臣に任命された。彼は1973年までこの職責を果たすこととなる。1956年12月、モハマド・ハッタが副大統領を辞任して以来、スカルノ政権時代、そしてスハルトが大統領に就任してからも空席であったが、 1973年3月、ハメンクブーの旧世は2代目の副大統領に選出された。彼は国民に絶大な人気があり、軍人ではなく文民であったため、スハルトは軍隊を背景にしているので、インドネシアを治める上で有利であると考えていた。1973年に公式に選出されるが、実際にはそれ以前もスハルトが外遊の際は、リーダーシップを発揮し、 事実上の副大統領であったと言われている。やがて、ハメンクブルの旧姓は、スハルトの増大権威主義に幻滅した。それは、大統領への学生らの抗議は1978年2月に、頂点に達していたが、スハルトは軍により、大学の封鎖や、本の発禁処分など言論を封じ込めてしまったからだ。つまり、民主主義を信じた人として、ハメンクブルの旧姓は、 スファルトがしたことを受け入れることができなかった。そして、1978年3月に、副大統領の職を辞した。スファルトは続投を願ったが、表向きは健康上の理由ということで誇示している。ハメンクブルの旧姓は、インドネシア独立以来、スカウト運動の世話役を続けた。そして、1968年に、インドネシアスカウト連盟の理事長に選出された。 1973年にスカウト運動の功績が認められブロンズールフ賞を世界スカウト委員会より授与された。1988年10月1日、ハメンクブルの旧姓はアメリカのジョージ・ワシントン大学メディカルセンターで死に、インドネシアでは国葬とされ300万人もの人々が葬式に参列した。そして芋切り大ケボ地に葬られた。 ジョクジャカルタのスルタンの宮殿には彼の遺品を収めた博物館がある。また愛国者としてインドネシアの英雄の称号を授与された。彼の後は息子のラデン・マッシュ・ハード・ジューのダー・ピートが継いだ。スルタンに即位し、ハメンクブルの十世となった。武教映画や小説のファンだった。また彼は調理の趣味もあり、閣僚を含み、非公式に料理クラブを率いていた。 ありがとうございます。